はい、皆さん、こんにちは。松本武です今日はですね、まあ、本を出しましたということでお話しさせていただこうと思います。えーまあ、2019年、今年はですね、私、あのこの本を出させていただきました。おはよう21の4月号増刊ということで、自立支援、重度化防止のための介護技術っていう本を出させてもらったんですね。はいこの本はですね、非常にまあイラストレーターさんが、あの 一緒にやり取りしながらですね、えー、ここもうちょっとこうとか言うたらですねパッともう書き換えながらですね、えー、上手に書いていただけたので非常に分かりやすい本になってたなと思います、えー、最初冒頭はですねこのように漫画から始まって、まあ、ニコニコハウスと えー、シクシクハウスなんて言ってちょっと残念な施設とそうでない施設の対比なんかを書かせてもらったりですねあるいは、えー、私はまあ理学療法士ですので、えー、肩甲骨であったりとか骨盤であったりとかですね、えー、そういったものに気をつけるだけでも随分とその方の姿勢が変わったりとか介護方法が変わったりするよということをお伝えしています特にね骨盤周りには支えやすい大天使っていうね、えー、骨の出っ張りがあってそこを支えることで 立ち上がりの解除なんかもしやすくなるんですけども介護現場ではよく残念な介護ズボンのベルトを引っ張りますみたいなね、えー、立ち上げる介護をしてたりとか、えー、するのを見受けるので、えー、ぜひ解剖学を知ってですね介護しましょうなんていうことも書かせていただいていますあるいはですね今社会問題になっているポリファーマシーね えー、日本の高齢者の方は世界一薬を飲んでると言われてますね。えー、それがですね転倒事故を引き起こしてませんかなんていうことも書かせてもらったりあるいはまあ福祉用具の使い方ね。 ね、あの紹介したりとか、えー、あるいはこの副腫瘍がちょっとっていうね、えー、センサーマットね、えー、お年寄さんが動いたらすぐベルが鳴りますっていうようなあセンサーマットはいかがなものかなんていうようなことを書かせていただいて、えー、現場でね、えー、役立つ内容あるいは、えー、職員さんみんなで考えていただきたいなと、えー、そして自立を支援し 重度化を防止するっていうことが、えー、この本の中に書いてあります。よくね、勉強会で使ってますなんて言っていただいている本です。えー、ぜひあの、施設に一冊、えー、おすすめいたします。はい、えー。今日はちょっと本の宣伝になってしまいましたけども、えー、この本紹介させていただきました。はい、えー。以上です。どうもありがとうございました。さよなら。